少年リーダーが死亡して以来、怪盗団は完全に沈黙しています。警察庁は事件の全容解明に向けて引き続き。遅くなりました。仕事が片付く。上で待ってるぜ。降りてくるように伝え、連れてくるからよ。お姉さんですよね。誠から話は聞いてる。双葉ちゃん、夏は迷惑かけて。終わったことだ。つかあのクソ探偵。連れてき。元気だった？よく。顔を見るとやっぱ安心するね。明智のアホは騙されてることにまだ気づいてねえだろ。それにしてもどうやったんだ。死んだことになってるだろ。何も知らない。お姉ちゃんが彼をここに連れてきたと聞いてますけど。いきなりタクシーでこいつを連れてきて、かくまってって言われただけだよ。こっちは死にましたって発表を見た後だぜ。目が一刻を争う状況でした。マスターには教えとくべきじゃね、今回のこと。怪盗団のリーダーは死んだと。敵に。はあ？敵に異世界にいる偽物を殺させたんですよ。ちょっと待て。敵だの偽物だのさっきから何言ってる。俺たちをはめた真犯人がいる。そいつの正体をつかむためです。真犯人。そうか、お前ら誰かとやり合った。明智五郎ですよ。彼が裏切り者だということは事前に分かっていたのね。反撃のきっかけをくれたのはあいつ自身。あいつ致命的なら真犯人は明智って初めからはっきり言えばよかったじゃないの。その話は出せなかったの。お姉ちゃんに明智を警戒させるわけにはいかん。それにお姉ちゃんも取り調べ官も絶対信じなかったでしょ。そうね、確かに明智は怪盗団逮捕の功労者。私つまりわざと明智を泳がせていた。ダメだ、俺の理解が追いつか。さっき言った明智のミスってのは。出現したんですよ、モルガナの声について。うちのね。モルガナ喋れるんです。あ、悪い、笑うところか。あ、ごめんなさい、本当に本当なんです。恐れ入ったか。まさか今のも何か喋ったってことなの。でも聞き取れなかったでしょ。初めはみんな異世界のモナは普通に喋る。それを実際に聞いて、あ、モナ喋れんだって頭が理解すると認知の変かな、多分な。明智のやつ下手な演技するからバレちゃうんだよね。明智、学園祭で会った時モナが喋るのを初めて知った風だったけど、でもずっと前にそれっぽいとこ俺ら見てたんだよね。我が輩、あそこがいいぜ。来るとき見えたでかいパンケーキみたいな場所。あれ違ったかな。美味しそうなパンケーキとか聞こえたから。あの時パンケーキって言ったのモナだけだったんだ。ってことは明智はあの段階でもう異世界に行ってやがったってことだ。そんな嘘ついてたってことは裏があって接触してきたんじゃないかって。思い返しておかしいって思ったんだ。あいつ素のリアクション。ただその偶然を見逃すほど我が輩たちは甘。そこで双葉ちゃんに盗聴を頼んだんです。携帯を見せてもらうふりしてアプリ埋め込んでやった。
ドキドキだったけどね。しかしあの一瞬で仕込まれるとは、さすがの名探偵も想像。あの時は双葉の変人キャラがうまく生きたな。演技だあれで。何日か粘って裏切り確定したのがこれ。じゃあ僕が警察をバレずに手引きし、怪盗団を現行犯逮捕させます。あんな手口じゃ現行犯以外は無理でしょう。捕まえたらあとは僕が始末しますよ。そうですね、署内の尋問室で看守のピストルを奪い獄中自殺で、初日は公安直々の取り調べだそうで、あの特別棒なら僕の仕事もたやすい。マジかよ。ええ、看守にはこちらの手のものを。漏洩防止のため消えてもらいますが。しかも初めから一緒に始末する。では逮捕翌日には、これで大勢を廃人化させた凶悪犯は自らの手で人生に幕を引く。そして悪を葬ったあなたは。様子がおかしいとは思っていたけど、まさかここ。正義の名探偵どころか廃人化犯罪の実行。さらに明智の背後には何者かがいる。相手は署内での暗殺を指示できるような強い権力を持ったものだから、先手を打たれる前にこっちから仕掛けたんです。なるほどな。明智をお姉ちゃんの認知世界におびき寄せ、偽物を殺させて死んだと錯覚させる。そこ詳しく教えてもらってもいい？無断で利用してすみません。騙し返すための条件がいろいろ揃っていたので。条件？まず認知世界の中に現実そっくりの場所が存在すること。あの世界は現実が元になってっから、歪んでないとこは現実。まだからそんな場所で入り込むとナビを起動した本人以外は気づけないんです。鴨志田の時駅から気づかないで入っちまったし。とにかく歪みがねえとこだとぶっちゃけ見分けつかねえ。誠から作戦の提案を受けた時にはすでに単独で新島さんの異世界を調査済みだった。あの提案には恐れ入ったぜ。ぶっちゃけ理解できなくて乗っかるしかなかったけどな。ああ、さすが作戦参謀だ。普段冷静なくせに。明智への対抗意識もあったんだけど、何よりお姉ちゃんがターゲットになったことで、いても私が怪盗団に加入したわけはお姉ちゃんの心を。手柄のことばかり考えて必死だった。そうね、分かってあげられなくて。それはおだ。新島さんが取り調べをすることはまこちゃんから聞いてました。尋問の場所は私のノートから抜いたデータを見たってと。ごめんなさ。続けて。異世界を調べて確認したことは2つ。警察ビル内の尋問室周辺で敵との遭遇や怪盗服への変身は起きないこと。もう一つは風景や細部が本当に本物同然だということ。誠からそれを聞いた後、明智にバレないようにこっそり下見と実験に行きました。それからもう一つ絶対に必要だったのは、異世界の尋問室に認知存在の彼が現れること。それも本人。当然捕まっていない状態では尋問室にはいませんでした。でも
カジノの客や警察官を見て大丈夫だと確信した。どこをどう見ても実物の人間にしか見えなかったから。そっから先は明智を騙しながらのパレス攻略。お姉ちゃんのシャドウを倒すところまでは予定通り。けど予想外の警察の待ち伏せにあって私たちは動転、肝心のお宝を持ち去れなくなってしまった。というのはお芝居、事前に空の私を仕込んでお宝を持ち去る演技をした。警察が来るのは知っていたから。警察が確実に待ち伏せしてくれるように手を打っておいたんだよね。であいつ予想通り食いついたってわけ。警察に捕らえられるところまでは予定通り進んだ。私は何も知らずに尋問をしていたと。でもどうやって明智を認知世界の尋問室に誘導したっていうの？座標を取ればやれる。明智はパレスで偽物を始末して。いい気になって帰って現実の尋問室にいたリーダーからすれば分半者だろう。誰も来ない、何も起きない静かな部屋でふんぞり返っていただけなんだからな。そのために私に携帯を。君の言葉に動かされるまま受け取ったけど、この目で見られなくて残念だったよ。私だって急にスマホに届いたメッセージを飲み込むだけで精一杯。参ったわね。じゃあつまり私も一瞬異世界にいたってことなのね。短時間ならパレスに本人が入っても危険は少ない。過去の経験から思いついた苦肉の策だな。携帯電話を託したもう一つの理由がそれです。アリババからのメッセージに従って監視を騙して彼の脱出を手伝ってもらうこと。尋問室へ引き返させれば新島さんを異世界から返すのも同時に叶うし。つうか慌てて戻られて暗殺帰りの明智と鉢合わせないように結構言い方考えたんだぜ。呆れた。私の中で大作戦が決行されてるなんて一切わからなかったわ。尋問中にお姉さんを説得する件、本当うまくいってよかったよね。明智の手は分かっててもそこだけはずっと不安だったから。そうね。どういうこと？お姉ちゃんを味方につけなければ双葉の計画もその後の脱出も叶いません。その説得こそ最大の勝負どころでした。お姉ちゃんと事前の話し合いなんて不可能。尋問中の一発勝負、一か八かの賭けです。でもあの限られた時間の中でよく私を落としたわよね。そう、いずれにしてもよくあんな状況で。真犯人の計画を伝えられさえすればお姉ちゃんは気づくと思ったの。怪盗団のリーダーは真実を言っていて追うべき悪は他。結果見事に勝利を得た。私に秘密にしていたのは真犯人の尻尾をつかむためなのよね。そう、それに当時のお姉ちゃん。乾杯だわ。グーの音も出ない。明智に偽物を殺させたのはまあ分かったが、
遺体はどうしたんだよ。警察は遺体をろくに確認しなく、はあ、射殺された遺体が自殺に偽装できるよう検視官の協力者がいました。検視官はろくに自殺現場も確認せず、偽造書類が素通。そこまで悪党の手が入ってんのか。出なければ署内で射殺なんて無謀ですよ。協力者の存在も盗聴で予想がついてました。私は双葉ちゃんのメッセージと看守の拒否、何も知らない警察上層部は蜂の巣をつついたような大騒ぎ、結果明智の計画通りに獄中自殺だと報道。その騒動の裏をついて彼は新島さんの力を借りて脱出したんです。モルムに遺体がないことへの偽装工作も成功して、未だに生存がバレてない。尋問中の拷問もひどすぎる。平然と暴力や薬まで使うなんて異常よ。もし意識を失って携帯の件を言えなければ殺されてた。本当よく無事で帰ってきてくれた。私も加害者になるところだ。でも自殺報道を見た時はさすがに焦ったよ。彼が尋問を受けてる間、疑われないように普通の生活を心がけてました。と言っても内心、ま、俺はあの瞬間成功したと確信した。俺もそう信じたかったが、リュウジは能天気で鈍感だか。猫は黙ってろ。ほとぼりが冷めるまで来るの我慢してたけど、本当生きてると分かってても生身を見るまでは安心できないもん。今思えば私が尋問を許され、死ぬ予定の相手を尋問してたなんて。いいわ、私は今後もあなたたちに再助けてもらって。心強いです。ねえ、俺も精一杯協力する。さて、ちょっと休憩しようぜ。ああ、それとこれからは集まって話したいときは一回も好きに使っていいぞ。安心できるアジトがいるだろ。言ってくれれば早じまいにしてやるよ。そんな、うかつに外へ出らんねえやつもいるんだ。下で誰が聞いてるかもわからんじょ。もともとそのぐらいで温存する。お言葉に甘えさせてもらおう。やはり大した御仁だ。どこかで聞いたような。明智です。入れ。主犯格の死亡診断書ですね。いや、それより検察の件。特捜部長は脳梗塞による病。あいつには捏造絡みでかなり動いてもしっかり弔ってやらん。僕が怪盗の尋問室に入れたのもあの人のおかげで。検察も彼の死で混乱しているようだ。後任は選挙を終えてからゆっくり選ぶさ。それにしても怪盗様々ですよ。おかげで僕は英雄だ。邪魔者はいなくなった。選挙の勝利も間違いない。続きまして、衆議院解散総選挙の話題です。公示日を前にして早くも場外戦がスタートしました。公示は今月23日、投票は来月の18日に行われ即日開票されます。選挙ね、俺ら投票できねえし関係。そろそろ再開しましょう。怪盗団も再集結したし、いよいよ反撃だな。その黒幕は分かったの？
明智のやつ殺した後に安心してポロリした。指導さんって、指導ってどっか警察の内部に通じてるなんて相当な権力者なのは。指導、指導正義か。それ確か政治家の、ほら龍二が演説うるさいって言ってた。マジ指導が黒幕。え、証拠でもあるんですか。物証はないわ。ただいろいろな条件に合致する。まず精神暴走事件や官僚の不祥事で怪盗団に対しても批判的な態度を貫いて、選挙を目前に大衆から絶大。しかもこの選挙後で勝てば多分総理。そんな選挙を狙いすまして俺らを。もし本当に黒幕なら清廉なパブリックイメージ。今の地位や人気は廃止。絶対に他は指導。どうしました。あいつが関わっている気配は薄々感じち。前の仕事のつてでな、若葉の研究を潰して資料を押収したのは多分指導だ。いや、そもそも若葉が死んだのからして指導が絡んでいる。けど俺は何もできなかった。双葉を守ることを選んでみよう。それ早く言えよ。言ったらお前ら絶対に向かって行った。帰り討ちに会うに決まってる。じゃあ廃人化はもともと私が追ってた事件なの。精神暴走に関連する成研究データの所在を追って、マスターもその一人。廃人化と精神暴走全てが関係。指導は昔から総理になると周りに言っていた。このまま指導が総理になった、それ以前の問題だ。信念もない自分勝手で欲にまみれた大人が。そんな腐ったやつ、化けの皮剥がしてやりゃいいんだよ。ああ、いつも通りにな。早速ナビで確認しましょう。総理候補指導ヒットしました。来たって。場所はどこだ。政治家って裏金とか腹黒とかそういう。あいつら普段どこで何してん。パレスは政治家の集まる場所でしょ。反応した。国会が居城など傲慢にも程がある。次のターゲットは大物政治家の指導正。おや、反対のやつ。もちろん相手にとって不足はない。みんなで勝とう。敵討ちだ。満場一致だな。あとは議事堂を何だと思ってるか。あのアプリなのね、私を異世界に入れたのは。おっさんには分かんねえな。選挙前日には片付け終えるべきね。総選挙は12月18日だから17日。遺体処理の偽装がバレる前に急いだ方がいい。じゃあ早速明日から放課後議事堂に集合で。つか学校どうすんだ。死んでたら顔出せなくね。川上先生は実家の都合でしばらく帰省中って。学校にはそう届けてやる。じゃあ生きてんのバレんなよ。この作戦が無意味になっちまう。どういうことだ。今回の作戦には明智の手から逃れる以外にもう一つ狙いが。指導は怪盗団に罪をなすりつけてたくさんの人生を狂わせたり、学生の明智五郎に暗殺の手伝いまでさせた。そんな大悪党、改心だけじゃ生ぬるいです。警察が怪盗団のリーダーは獄中自殺って発表したのを利用するんです。死んだはずのリーダーが派手に名乗り出るんですよ。自分は脱獄した、自殺なんかしていない。関係者みんな大慌て。お前ら
そこまでかん。俺ら頭脳派っすから。だから実際に捕まって死んでみせるなんてとんでもない子供たちね。でも本当の本番はここから。まだ第一ラウンドを取っただけ、気は抜けない。ああ、打ち上げるような空気じゃねえのは分かってんぜ。俺たちを罠にはめて殺そうとするような軌道で気を引き締めていか。ようやくここまで来た。お前と出会ってもう2年。当時あなたは官僚機構に対抗できる若手だと。おかげで出る杭を打とうとするや。腐った老害どもの罠にはまるとはな。その時だったな。特別な知、例の認知の研究を偶然かじっていなければ頭がおかしいと突っぱねていたところだ。僕はトラブル相手を暴走させてスキャンダルをなかったことにした。まさか他人の心を暴走でも廃人化でも好きにできるとはな。そんなお前が今後も支援すると言ってきた時は何が狙いかと勘ぐったものだ。志の高い思想に共鳴したからですよ。国の将来のためにもあなたの理想を成し遂げなければいけないと思う。まあ信じたからこそあの研究を強引に引き上げもした。力はお前だけが使えればいい。解明されては厄介だからな。一色若葉でしたっけ、あの研究者。素直に従えば死ぬことはなかった。どんな小さな懸念も根元から立つべきだ。不審な点は大概もみ消せる。何しろこちらには現役の知見特捜部長。呆れますよね、出世を狙って特捜部長自ら証拠書類の捏造を繰り返言われた時驚いてましたね。あの人誰が漏らしたなんて。まあこっちはシャドウから聞き出したわけだから、強いて言えば漏ら。すでにこの国の情勢は行き詰まっている。政界には既得権益の中毒になった老人どもが未だ牙城を守ろう。大衆はそんな政治を見限ってもはや関わろうとすらしなくなった。同感ですね。無能な奴らと一緒に滅びてやることはない。私が国家を復活へと導き、理想の達成には時に邪魔者の排除もやむなし。それが異世界の正しい。とはいえ性的の死亡やスキャンダルが不審に続くと目立つ。だから不審じゃなくしてやる。僕が暴走させたターゲットを僕自身が告発して華麗に解決する。あなたと無関係の事件としてカリスマ名探偵の誕生。おかげで私は清廉潔白なイメージをたやすく守って大衆の人気を人民意さえ得てしまえば、あとは勝手に警察だって例外じゃない。もともとこちらは検察の幹部を抑えているんだ。怪盗団が出てきた時は少し厄介なことになるかと思いましたけどね。調べてみればただのガキどもだ。全部の罪をなすりつけてしまえば。あなたからそのアイディアを聞いたとき、かなわないなって思う。怪盗人気の盛り上がりは少し予想を超えていたが、その分裏返った時の悪印象も強くなった。おかげで私はただ連中を叩いているだけで常に指示が集まってくる。折しも現政権は不祥事続きで完全に死、ついには与党内までも分裂。そして狙い通りの解散。いよいよだ。もうすぐ首相の椅子に手が届く。だが就任がゴールではない。ここから人任せで利己的な愚民のためにこの国を。つまり世界と渡り合える強い国の底。皆私の思想に共鳴してついてきている。そのためには少しばかりの犠牲は仕方あるまい。それが選ばれし者である私の使命だ。しかしここまで順調に来られたのもお前の力が大きい。私が総理になった暁にはどんな願いでも叶えて。
今回の一件で僕の名は全国、いや世界にまで轟き、人心を操る怪人に法の力と頭脳で打ち勝ったヒー、あとは出しゃばらず学業に励みますよ。お前くらいの年じゃそう生臭いことも思いつかんか。将来のことは考えてますがね。学校にはさすがにしば気にすんな。今までこ、それに指導が生きようが死のうが、正直言えば我が輩にはけど、お前の敵だって思うととことんまで。まあなんだ。さてと。